大谷翔平の家族愛と愛犬デコピン、レッドカーペットショーの登場。2024年7月16日、テキサス州アーリントンのグローブライフフィールドで開催された MLB オールスター戦の前に行われる恒例行事、レッドカーペットショーに、大谷翔平はマミコ夫人と共に登場しました。今年で4年連続の参加となるこのイベントで、大谷翔平は特別なベージュのスーツを着用していました。スーツの裏地には愛犬デコピンの顔が多数刺繍されており、そのユニークなデザインが注目を集めました。マミコ夫人は純白のノースリーブドレスをまとい、大谷翔平と手をつないでレッドカーペットを歩きました。ファンからの大歓声に応えながら、2人は笑顔で写真撮影に応じました。大谷翔平はインタビューで、色は自分の愛犬の色で、中に自分の犬がプリントされていますと笑顔で説明し、会場に笑いを誘いました。司会者たちはそのユニークなファッションポイントに驚きの声を上げました。SNS の反応とファンの声援、大谷翔平とマミコ夫人がレッドカーペットを歩く姿は SNS でも大きな反響を呼びました。ドジャースの公式 X、旧 Twitter アカウントは、大谷翔平とマミコ夫人の笑顔のツーショット写真を2枚公開しました。文面には、デコピンはいつも翔平と一緒にいると綴り、大谷翔平が裏地のデコピンを自慢気に披露する姿が写っていました。その姿をマミコさんが優しく微笑んで見守っている様子も写されていました。ファンたちは、デコピン可愛い家族3人ってそういうことか、大谷翔平らしいな、真っ先にデコピンのこと喋りたい、大谷翔平可愛すぎるといったコメントで賑わいました。大谷翔平は愛犬デコピンのことをとても大切にしており、その愛情が伝わる瞬間でした。大谷翔平のファッションポイント。レッドカーペットショーでのインタビューでは、大谷翔平のファッションポイントが話題となりました。MLB ネットワークのインタビューで、自分の愛犬の色で、中に自分の犬がプリントされていますと大谷翔平が説明すると、司会者たちは、なんてことだ。犬がいるじゃないかと興奮気味に反応しました。もう一人の司会者ハロルド・レイノルズ氏も、ソーグッドソーグッドと繰り返していました。地元メディアドジャースネーションは、我々が今までに見た中で、最も可愛らしいスーツだ。翔平は愛犬デコイのことが大好きだと称賛し、カナダ放送局 TSN スポーツも、大谷は年間最優秀スーツを得る。レッドカーペットで着たスーツは、内側にデコイがいると報じました。また、米スポーツ専門メディアブリーチャーレポートの野球アカウント BR ウォークオフも大谷がレッドカーペットで着用したスーツには、内側に愛犬のデコイがデザインされていると目がハートの笑顔の絵文字とともに伝えました。マミコ夫人の魅力と背景。マミコ夫人はその美しさと優雅さでファンの心を捉えました。彼女は純白のノースリーブドレスをまとい、大谷翔平と手をつないでレッドカーペットを歩きました。マミコ夫人は常に大谷翔平を支える存在であり、その静かな強さと美しさが大谷翔平の成功を支えていることは明白です。マミコ夫人はその控えめな性格と優れた知性で知られており、大谷翔平の忙しいスケジュールを支えるだけでなく、彼の心の支えともなっています。彼女の存在は大谷翔平の人生において重要な役割を果たしており、その愛情と献身が大谷翔平のパフォーマンスにも良い影響を与えています。愛犬デコピンの存在。大谷翔平とマミコ夫人の登場は、愛犬デコピンの存在を一層際立たせるものでした。デコピンは直接現場にはいませんでしたが、大谷翔平のスーツの裏地にその姿が書かれていることで、まるで一緒にいるかのような感覚をファンに与えました。大谷翔平家族の一員として、デコピンは常に大谷翔平の心の中にあり、その愛情がファンにも伝わりました。また、大谷翔平はインタビューで、まずは選んでいただいてありがとうございます、ということと、何度来ても素晴らしいですし、本当に光栄だなと思いますと感謝の気持ちを述べました。マミコ夫人のドレス姿についても普段にはない格好だと思うので、はい。今日は楽しみたいと思いますと語りました。レッドカーペットショーの舞台裏。レッドカーペットショーの舞台裏では、ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジやフアン・ソト、ボルティモア・オリオールズのガナー・ヘンダーソンといった名だたるスーパースターたちもスーツ姿で登場し、ファンサービスやインタビューに応じていました。大谷翔平はブラウンのジャケットとパンツを身につけ、白のドレスをまとったマミコ夫人と共に、レッドカーペットを歩きました。
インタビューでは、今季のパフォーマンスについても語り、街自体も好きですし、ドジャースタジアムも大好きな球場の一つなので毎日すごい多くのファンの人に入ってもらって、毎日楽しんでますと話しました。今までの最高の瞬間については、一つに絞るのは難しいけど WBC は特別な思いが強いので、今年それを超えるようなシーズンになれば素晴らしいんじゃないかなと思いますと述べました。終わりに、大谷翔平は、マミコ夫人と愛犬デコピンと共に、MLB オールスター戦のレッドカーペットショーで素晴らしい瞬間を共有しました。このイベントを通じて、大谷翔平の家族愛とデコピンへの深い愛情が改めて浮き彫りになり、ファンもその温かい一面を感じ取ることができました。大谷翔平の愛犬デコピンは彼の心の支えであり、その存在はファンにも強く印象に残るものとなりました。大谷翔平のスーツの裏地にデコピンをプリントするというユーモラスでクリエイティブな方法は彼の愛情を表現する一つの方法であり、デコピンが常に彼と共にいるというメッセージを発信しています。これからも大谷翔平はマミコ夫人とデコピンと共に、多くのファンに感動を与え続けることでしょう。